はい、こんにちは、レトスノーノです。10月3日の3問に入っていきます。当初の存続期間満了時に建物が存在しており、借地権者 B が契約の更新を請求した場合で、地主 A がこれに対し遅滞なく異議を述べたが、その異議に正当の事由がないとき、契約は更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。この30年が誤りで、正しくは20年です。当初の存続期間が満了となり、建物が存在し、地主に正当事由がなければ、借地権者の請求により借地権は更新されます。請求による更新と呼ばれる更新ですね。法定更新とも呼びます。この場合、存続期間以外、契約期間以外は、更新前と同一の契約内容になります。一方で存続期間、契約期間については、最初の更新では更新の日から20年、2回目以降の更新については、更新の日から10年となります。つまり、本問の場合、更新後の存続期間は20年が正しいということになります。では問2ですね。保証協会は社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失った時でも、その債権に関し弁済が完了するまで、弁済業務保証金分担金をそのものに返還する必要はない、丸か×かという問題です。答えは、丸ですね。社員、つまり宅建業者ですね。社員が保証協会に支払った弁済業務保証金分担金は、原則社員の地位を失った場合返還されます。ただし、社員が取引の相手方に損害、被害を与えて、供託所が還付をした場合、還付に相当する額を保証協会に、この宅建業者っていうのは支払わなければいけません。それを支払わない場合、保証協会は、弁済業務保証金分担金の返還を拒むことができます。これはもう当たり前ですよね。保証協会がお金を立て替えて払っているので、社員からお金をもらえるまでは、納付してもらった分担金は返さないよ、っていうことなんです。個別指導では、保証協会を理解する上で重要なことを動画でお伝えしています。基本的な考え方が理解できれば、本試験で得点できます。なので、しっかり基本的な考え方を頭に入れましょう。では、問3です。都市施設は適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、都市計画区域外には定めることができない、丸か×かと。これ×ですね。都市施設は都市計画区域外でも定めることができます。で、都市施設っていうのは道路とか下水道とか公園とかなんですね。で、都市計画区域外っていうのは、イメージとしてはちょっともう街から離れた、山っていうイメージかな。山奥まではいかないけども、山があるようなところです。あんまり人が住んでいないようなところですね。で、そういったところでも道路ってありますよね。ってことは都市施設あるって話なんですよ。ってことは、この問題文が誤りってわかりますよね。都市施設は都市計画区域外に定めることができないってなってくると、これ都市計画区域外には道路を作れないってことになっちゃいますよね。それは誤りってことわかりますよね。このようにイメージしながら勉強していったら都市計画法もそれほど難しくありませんので、イメージしながら勉強していきましょう。そして、今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ、弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。